中学2年理科。電気のエネルギーについて学長の過去問いで見ています。後半を扱います。家庭の電気器具の調査。えー、家庭にある電気が図2のように、この高橋配線だね。あまり良くないね。これね。器具 A に従っている。また表には電気器具に表示されていた表示消費電力をまとめたものである。というふうにこう与えられています。ああいうのが結構高いっていことがわかりますね。これ、ね、もし電子電力あったらね、すごい高いんだよね。で、5番。 それぞれの電気器具のスイッチを入れたとき、最も大きな電流が流れるどの電気器具のスイッチを入れたときか、表2から1つ選び電気器具名をかけません。あまりね、分かってなくても、この消費電力が高いこのアイロンでいいだろうとはわかりますよね。どこで考えるかっいうと、これ使うのはこれで、これ、ね、W イコール VA。いいかな。で、これ、並列回路だね。 いい結構大事だよ。並列回路なのでどこでも V の値は一緒です。ってことはこれ W が大きいほど A も大きいってことだこれちゃんと書こう。W イコール VA、v る a で結構大事なことってことでね。これ並列回路です。こうみんな同じ電力が変わる。みんな同じ電圧が変わらなきゃ電気機能ちゃんと作動しないのでね。で V は一定。ってことはこの消費電力が大きいほど 流れる電流も大きいということなので、最も消費電力が大きいアイロンがこの5番の答えになります。で6番、器具 A の説明書、このなんだっけ、コンセントがたくさんあるやつ、の説明書には1500ワットまで使用可能と書かれている、アイロンと同時に使用できる電気器具をすべて選び、電気器具名を書きなさい。 電力ってのは足されてきますよね。だから、足して1500を超えないものを選べばいいです。えー、1200だから残り300までいいよね。1500だからね。300までに抑ったらノートパソコンと液晶テレビだけです。あとはどれでも1200と足したら1500を超えてしまうので、ノートパソコンと液晶テレビ、どちらも、液晶テレビ、2つとも書いて答え、えー、正解です。 まあいいや、次に行こう。え、図2のように、器具 A にいくつかの電気器具をつなぎ、同時に使用すると危険がある。この理由を書きなさい。すべ、うん、ての器具に、まあこれやったら危ない件ね、同じ電圧がかかってます。で、すべての器具に、それに応じた電流が流れます。これが一箇所に集まるね、加熱します。熱くなる。危険です。まあその前にブレーカーが落ちるから大丈夫だけど、思い出話だけ件ね僕が大学に入った頃、一人暮らし始めたんだけど、 電子レンジがまだだだ出始めた頃だった頃っんだよねで親としては電子レンジを置いとけば自分で自炊もできるから大丈夫だろうと思ったけど実はねうちの家だとね電子レンジ他の電気器具全て使わないで電子レンジ使うだけでもうブレーカー上がっちゃって電子レンジが全く意味なくてまああまりいい生活を送れなかったっていうのはありますね。まあ、自分は悪いんだけどね。でこれ器具、A、危ない理由を書きなさい。 ここのところに電流が集まりすぎるってことが書いてあげればいいです。7番器具 A に大きな電流が流れ熱くなりすぎてしまうからって書き方でもいいけどこのね熱くなりすぎる加熱って言い方もするんだあのすぎるにいい熱ね加える熱じゃなくて 加熱するからでいいか加熱するから、まあ、実際にはそうなんないように家庭用の電気だとあのブレーカーが落ちて一、えー、回電気が止まるようにはなってます。